おはようございます。7時45分、朝食食べてます。ここからスタートします。同じ同ご飯が食べたいです。同じく一日を取ろうと思ったら忘れてて、朝食から始まりました。今日はマイナス10度で、昨日よりはマシそうです。準備して練習に向かいます。余裕だね。寒いので部屋でグリップ塗っていきます。結構コースカチカチなんで、クリスターベース戻ってます。ちょっと残ってるぐらいかな。コースまで歩いていきます。今9時半前。昨日よりはあったかいけど、だいぶ着込んできました。今日はぐらいアップしてインターバルスタートします。9時半過ぎでも今日曇ってるんで暗いです。結構インターバル終了、気をつけろ。終わり。日本のジャンパーの人たちもきっと飛んでます。なんか同じ宿に結構日本人いて、ジャンプ選手泊まってました。帰ってきました。着替えて昼ご飯はあっちアパートで、昼ご飯は別の棟です。パスタとチキンとでした。スープうまそう。うまいっすよね。どうっすか今日の昼ご飯は。25点。100点満点。フィンランドっぽいご飯だったよね。昼ご飯が終わって午後練まで休み。大丈夫、風邪ひいてない？ちょっとコーヒーを飲んで4時ぐらいに練習行きます。今4時過ぎです。これから午後練に向かいます。泣いて暑いけどね、夜でも行きます。今日の午後はモン君がランニングのため一人でスケーティングのベースやってます。午前中スピードやってるんで、午後はゆっくり走りたいと思います。夕飯。おお、みんな到着してた。フィンランドといえばサウナ、毎日入ってます。おお、外気浴。じゃあいただきます。どうぞ。今日は何セット行くんですか、サウナは。3、2 3セット行くと結構辛いよね。真っ暗だ。ベランダに外気浴するとこあるんだ。サウナ後は
軽くケアして、あとは寝るだけです。うまい、こういうの使います。朝から一日撮ってみましたが、毎日こんな生活を送ってます。起きて食べて練習して食べて、こんな感じの生活の毎日です。あとは寝るだけです。今日一日どうでしたか？今日一日は一日でした。そんな、なんで今日はそういうキャラ設定？見てる好きよ。こんな感じで1日終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。